さらば、叩いた、ハンダマンだな、キャロル。二千二十年十一月十六日月曜日。ユーマ競技賞中間、デシボン第三。 のところですね。 仏ない箇所に告げたまわく何時きてゆいまきつに足りてやまいを問え箇所仏に申しても作ん損れかしこに足りて病を問うに耐えず 悠悦観となれば億年するに我昔貧理においてこうと行図時に言い巻きすきたりて我に言いていわくただないかじし心なりて しかもあまねきことあたわずごうふを捨てて品に従いてこう。歌唱病どの方にうして人に応じて骨じきをう詰めし、 不時のためのゆえにまさに骨時期を行図べし、和合の尊をえせんがためのゆえに、まさに断時をとるべし、宇宙のためのゆえにまさに彼の時を浮くべし、 孤孫表孰なくにれ、諸見の資金は元一種、書門の書は京都人種、職の公は婦と一種。所持の身分別せざれ、所属を送ること、知書のごと、書本を知ること、 幻想のごとし、自称の多少のもとの図からしからず、今はすなわち目することなし、かしょむしよう。八じゃを捨てずしてあちげなにりじゃそをもって消防に。 一時期をもていさいにおどこし、植物および諸々もの現状を供養して、しかして後に時期すべし、覚悟をじきするは煩悩あるにあらず、 煩悩を離るるにあらず、上位にいるにあらず、上位を立つにあらず、世間に住するにあらず、涅槃に住するにあらず。 それほどこすもののあると大くの幸福なし役となさず損となさずこれをまさに仏の握り手正門によらずとなす 歌唱を至学のごとくじきせばむなしゅう人の背をじきせずとなしすと、時に言われせずんこのごとくを聞いてみぞうなることへ、すなわち、さいの母さんにおいてうごきょうしんのおこす。 またこの念のなすこの賢明ありて弁在地へ素直あちよ。学のごとしそれ誰かのくたら三百三五大心のこさざらんやと。 我これよりこの方また人に進むるにしょもん分しぶの行をもてせずこのゆえにかしこにたりてんやまをとうに絶えずとわやく ここじゃないですのでえっ、ー、と先にこのまま続けて、えー、次のパートですねここの守護台のところでしたね、えー、守護台を読んでいきます仏守護台に告げたまわく難儀行きてゆいまきつにたりてやまい音へと しおないおとけにもしても。さくせそんわれかしこにたいて。病をい音にたえず。ゆえいかとなれば億年するに。われ昔その社に入りて従いて時期をこわ。時にゆいまきつわがはをとり。 飯を盛り満たして我に言いたくただしごいも信用時期において等しきものは諸法はまた等しい諸法等しきものは時期においてもまた等しいくのも唐骨を行事すなわち時期を取るべし もししもぼだいいんぬちを断ずまたともにともなわずしんのえせずしてしかもいそうに従いちがい,違いをめせずしてみょうだとこしご逆損をもてしかもげなつをえ またげせずまくせずしたいよずしたいよざるにあらず。顔をうるにあらず、顔をえざるにあらず。 凡部にあらず、凡部法を離れる,るにあらず、承認にあらず、承認にあらざるにあらず、異切の法を成就すといえども、しかも将のそを離れれば、すなわち時期を取るべし、 もししぼないおとけをみず法をきかざるかのげのろくし。うらんなかしょうまかりぐしゃりしさんじゃやびらちしやぎたぎしゃきんばらからくだかせんねんにけんだにゃないしとは。 これ何時の死なり、それによって終結し、かの死のなするところに何時もまた従いてなすれますのわしに気を取るべし。 もししごないもろもろの邪剣に入りて胃がに至らずあちなんに重視して何泣きことえず煩悩に動じて症状の方をはなるべし 何時無情残昧をえば、い最小女もまたこの女を埋めし、それ何時におどこす者は福くと名付けず、何時を供養する者は三泣く堂に出すべし。 ために島と一主を共にして諸籠の友となる汝事と島を読み、もろもろの人狼と一周してやあることなし、切衆生において恩信なり勝負ともし法をそしりてもろもろの主にいらず、 ついにめどえず何時も四角のことならば素直ち時期をとるべしと時に我せそんこのごきき忘年としてこれ何のごんなるやを知らず 何をもって答えんということを知らず、すなわち圧を着てその舎を遺伝と押す。結き末いはくただしもない奴を取り手をるることなかれ心に置いていかん。 如来所作の家人虫子のことをもてなじらんにむしの恐るることありあいなやれいわくいななりゆいまきつのいわくいさいの処方は厳件のそのごとしなんじま 恐るるところあるめからざるなりゆえ遺憾となればい切のごんぜたこの孫を離れずち者に至りては文字に弱せずゆえに恐るるところなし何をもってのゆえに文字はしを離る文字あることなし これすなわち人なった人間なったの想とはすなわち処方なりと言い巻きつこの法を解ける時に二百の天地言現を得たりき故に我かしに至りて病をとうに絶えずと はい、えー、っとや,やっぱりあの大箇所のところですねあのここではないみたいですね。 なのでえっとちょっとこ,こですね。 そうですねはい、えー、っとまあ読んでしまいましたけれども大箇所のところからいきますね。和訳からです そこで仏は佳祥マハカッサパに申された。君が行って結マを訪れて病をね訪ねなさい。すると佳祥は仏に申し上げていった。世尊私は彼を訪れて病を問うに耐えません。病を問う忍に耐えません。なぜかと申しますと私はかつて乾燥で。 寒乾燥で,、ね、で食物を買うすなわち骨敷きをしていたことを思い起こしますからその時結馬がやってきて私にこう言いました「やあ賀荘さん慈悲の心を持ちながら富豪のもとを避けて貧乏人に食物を乞うたりして全てのものに対して慈悲を抱くことができないのですね賀荘さん。 すなわち平等法にのっとって自然の順位に応じて食物を乞うことです。食欲のためではなく食べないために食物を乞いこの真心を身と心を構成する要素が結合している姿すなわち和合相は仮のものでしかないと否定して真実の姿を捉えるために飲食物すなわちえー、っと。 自識というんでしたっけ。えっと恥き恥きをこい。食物を受けるためではなく、受けないためにその食物を受けることが必要です。 また人一人いない村に入る気持ちで村を訪れどんな色を見ても盲人のように、えー、どんな四季を見ても盲人のように美醜を見ることがなくどんな声を聞いてもただ音を聞くように聞きどんな香りを嗅いでも匂いのない風のように嗅ぎ食べても味わいを、えー、食べても味を味わい分けることがなく 感触を受ける時は煩悩をすべて立ち尽くした悟りに浸るように感じすべて存在するものを幻の姿と受け取り、えー、幻の姿と知りものそれ自体の本性すなわち自称も他のもののそれ自体の本性いわゆる多少、えー、つまり自称と多少ですねもうなくそれ自体本来起こらないから 今も滅することはないのです。章さん八つの横島な過ちすなわち八蛇を捨ててえもとい八蛇を捨てないままで心静かな八種の内観によってむさぼりを捨てた教会いわゆる八下脱に入り横島な姿のままで正しい教えに入り 1一回分の食物でも一切のものに施し多くの仏や聖人賢者に供養してからその後で食事することができ,できるならこのようにし食事をする人は煩悩があって食べるのでもなくて食べるのでもなく静かな無心の京に入って食べているのでも無心の京から立って食べているのでもなく この生児の迷いの世界にあって食べているのでも、悟りの境外、いわゆる涅槃にあって食べているのでもないのです。一体、施しをする側でも、福徳に大償はないのですし、これを得るとも損、えー、失うですね、得とも損ともしないとき、これこそ正しく仏の道に入ったもので、自分だけの悟りしか考えない生者、いわゆる正門の道には、 寄らなかったものととするることができるできしょうしさんもしこのように食事をする時一つの施しを無駄に食べなかったものということができますよ。世尊よその時私はこの言葉を聞いてかつてない晴れ晴れとした気持ちになり全ての菩薩に深い尊敬の心を起こしました。またこうも思いました。 この財家の人でさえこのような優れた弁舌の才能や知恵を得ているのだからこれを聞いて最高至上の悟りを願う心を起こさないものがどこにあろう私はそれ以来自分の悟りのことだけを考えて修行に励む庄者いわゆる正門や自分一人で悟りの喜びに浸っている仏いわゆる白紙仏が行うところを人,へ人に勧めることはやめました。 ですから彼を訪れて病を問う任に耐えません。本文は訳 マハカシャパいわゆる大化粧による世磁気の受け方のパートそこでセソンは愚シ者マハーカーシュヤパに仰せになったマハーカーシャパよお前がリッチャビのビ,ビマラキールティの病気見舞いに行きなさいマハーカーシャパも申し上げたセソンよ私はかの尊いお方の病気見舞いに行くことはできません それはなぜかと申しますと、セソンよ、私は次のことを思い出すからです。それは私が骨敷きのためにヒンリに行った時のことです。貧しい里、ヒンリに行った時のことです。そこでリッチャビのビマラキールティが私に近づいてきて次のように申しました。大徳マハーカーシュヤパの慈悲は偏っています。ならあななぜら、あたは、 富んだ家を避けて貧家貧しい家に近づいていますけれども大徳マハーカーシュヤぱよ、あなたは法の平等性に立って骨敷きすべきですそれはどういうことかというと常に一切衆生を訓念して時期を求めるべきです食べないことによって時期を求めるべきです 他のビクが骨敷した食べ物に対する執着を断じるためにあなたは骨敷に行くべきです。村は空っぽであると覚悟して村に入るべきです。男も女も成熟させるためにあなたは町に入るべきです。ブッダの家族の家であるとの思いによってあなたは家々に近づくべきです。また受け,る受け取ることなく世磁を受け取るべきです。 生まれつき目の見えない人と同じように四季行を見るべきです。子玉のようなものとして声を聞くべきです。風と等しいものとして香りを嗅ぐべきです。意識することなくして味を味わうべきです。触れるという認識なしに接触するべきです。現人幻の人であるとの認識をもって処方を知るべきです。 地と他のないものは燃え上がることがなく燃え上がることのないものは消滅することがないのですもし長老マハーカーシュヤパがまた八つの顧問を調出することなく八つの下脱に入るならば顧問の平等性によって正しい平等性に入るならば一時期によって一切主張に振る舞うならば すべてのブッダやすべての少女に振る舞ってその後に自ら享受するならば煩悩がなくまた煩悩を離れることもないように享受するならば禅上に入ることなく禅定から出ることもなく享受するならば大地のために時期を施す者たち彼らには小さな家宝もなく大きな家宝もないでしょうまた劣る者になることもなく優れた者になることもないでしょう そしてその世辞は仏道に入るためであって、正門道に入るためではないのです。このように長老マハーカーシアパは、有意義に人々の世辞を享受すべきです。世尊よ、私はこの法の説事を聞いて驚異の念に打たれ、すべての菩薩たちを礼拝しました。在家であってもこのような弁罪があるのに、 誰が無常小峠墓大に発心しないでいられましょうかそれ以来私はいかなる人をも大乗より他の小文城や六角城に先に共同したことはありませんですから世尊よ私はかの尊いお方の病気見舞いに行くことはできません偽証本文 第三に歌唱に命ずこの人な十で死の中には図だ第一なり中についてまた妙と字とあり字の中の三種はまた先のごとし、えー、省略第二に一を釈する中についてまた三つありて第一には顔を致すのよし優をいだし第二には時に優いまきつよりいげは正しゅうかのことをいだす第三には時にわれ世尊よりいがは 家、えー、は家によりて箇所を溝を得たり省略第二に正しゅう家のことをいだすにまた二ったりて第一には正しゅう家し第二には箇所をもしくのごとく直せばよりがは家、えー、は家を消すしかるにかこの箇所が家をこうむるゆえんな己に四つのとがあるなり一つには箇所をうちに欠落止める者はすくせに罪を恐れて。 家を主するがゆえに今部落を終え貧しき者は昔主せざりしがゆえに今、えー、貧困を浮くもし今にして前後主せずんば未来もまた貧なるべし我はただ貧家に尽きて骨敷きすべしとああなるほどそういうことだったんですね、えー、ゆえに常命を逃がひきとしからざることをかしていわく貧富 情ならんや常ならんやすなわち平等に応じてけをなす,らくえなすべく別にすべからずと二つにはまたけすらくただ人間の劣の家本をもって世詞織りして物価にあらずと故に常味をまたその運人党からざるをかするなり三つにはまたけすらくふりは 人味にして弱心を生前ことを恐る「まさに不況を捨ててただ品儀につくべしと上妙化することはもし六人側空を下して美薬を損せずんばんぞ六人の咲くべきことあらん。 もし六人の咲くべきことを損せばすなわち六人終日離れざらんしかしてこの心はただか小のみにあらざるなり下の老子もまた曰く五式は人の目をしてもうぜしめご女人の耳をして老せしめ五味は人の口をして爽やかならしめえがたきの宝は人の行をして妨げしむと四つには我曰く地壇領読を うんならぶるがゆえに必ず正殿の徳ありもし我に施さばまさに多く役をべしゆえに年頃に骨敷すべしとしかして常妙化することは虫を並べて邪称を防じ尊卑を損せずんばまさに正殿の徳ありと言つべししかして何時は尊卑を損し 自らあげて人を嫌いすなわちふんべっと上手何,何ぞ正殿と名付けんもしふんべっともって正殿となさば人皆ふんべっとの心あらざることなしゆえに皆正殿の徳あらんただ何は叱らざるなりこの四つの都がおかするがゆえに正しゅうかする中についておのずから四十ありて第一には初めより まさに次のごとく骨敷を行詰べしに至るまではその時き等しからざるとがおかし第二には藤木のためのゆえによりいげその雲人とからざるとがおかす第三には空樹の僧をもってより以下はその六人を坊ずることを与わざるのとがおかし第四には歌唱をもし 八者を捨てずしてよりいげはその正殿の徳を消するとがおかすただ大箇所慈悲心がありてしかもうん豪歩を豪歩をえー、とただ 内科に2肘がりてしかも甘ねきこと当たわずビングをえーゴーフを捨てて貧よりこうですかと言葉この肉は正しい。 その慈悲、人叱らざるのとがおかす、歌唱用、ああ、これ歌唱用ですね、ただ大歌唱用、慈悲心ありて、しかも、豪布を捨てて、あ、ここです、甘ねきこと当たわず、豪布を捨てて、貧より凍うと一葉、この肉は、ただしゅその慈悲、人叱らざるのとがおかす、歌唱用。 平等の方に従してまさに骨え次のごとくに骨敷を行うべしと一派押しうるなり以上省略藤木のためのゆえにより家は大人にその運人遠からざるとが犯す藤木のためにゆえに骨敷を行図と一派まさに骨敷を行図べしと一派 せじきをして涅槃不じきの法へ誌面がためのゆえにすべからく骨きをこのおべししかして何時計すらくただ世縮をして人間樹じきの顔へ誌面とほすることはすなわちひいなりとこの句ははじめまさに骨を行然とするの時に意を立つることを明かす和合の僧をせんがためのゆえにまさに 断食を取るべしと一派世相してご恩生じはご恩の真の絵し、無双の発信を絵めんがためのゆえにかのしじきを取るべしあこうはじきじゃなくしじきですねごめんなさい何時に伝ご恩の真の絵めんとを経するはひいなりとこの句は正しゅ時じを送るときをたつることを明かす不時きのためのゆえに かの <coughs> 不時期のためのゆえにまさにかの時期を浮くべしと一っぱせじ主をして無事方針のえしめんとするがゆえにまさにかの時期を浮くべしということを明かすなりしかるに何時に伝語欲の楽しみを受けしめんとを経営するはひいなりと後は時期時に与えて意を立つることを明かす省略 空樹の,、えー、の騒音をもってより家は第三に六人を猛ずることはたわざるのとがおかする中についてまた見つありて内一には総じてかし第二には初見の式より家は弁して六人によりて顔なし第三には自称なしより家は陸空の将を明かして神の送別二つの顔消す。 空中の壮をもって呪楽に入れといっぱい言う心はもしを十足空刀を感ずれば南蔵美人前後生ずることあらんとなり一に曰く六人足空と無人空中と等しと感ずれば南蔵戦後生ずることあらんとなり初見の式より家は、えー、以上省略ですね初見の式より家は第二に別に六人に取りて顔なす 諸見の式、もうととしといっぱ、所見の式、即空と明かし、もうととしといっなんぞ式として弱を生ずることあらんと、所紋のうと、ひとしいとょうちゅ中に美役の二うがりといえども、しかもにん愛うせざることは、その実なきを知るがゆえなり。うーん、でも。 そうですね、今はあの音をとどめるという方法が発見されて発明されているのでどうでしょうね、うん、でもまあまあそうですね、はい、大元は変わってないと思いますが「もし精進即空とあこのチリって六人の地理ですね、はいえー、精進即空と京都人と関感れば何ぞ精進前後生ずることあらん」と。 一つにはいわく、共和人によりて生ず、将においては、戦なしと、これゆなり、食の、えー、っと、こう、食、えー、の子、風と等しいと一派、愚公は風中にありといえども、しかも風は贈愛を分かたず、もし、高速空と風と等しいと完全には、南足をとして、戦を生ずることあらんとなり、 これ何でしたっけくでショックでいいですね、はい。もし高速と。 風とひとしと完全には難こうとして戦を生ずることあらん,あらんとなり一つにはいわく向こうの風は美にいすといえども四季を発せず戦を生ずるによしなきとまたしかり所直の身分別せずといっぱ身即と感じ分べせずんば何ぞ身として弱をなさん。 所速を送ること、知性のごとしといっぱ、もしを所速えー、っと、所速即空と感じ、無償知が処方を称するがごとくならば、何ぞ、また弱を称然処方を知ること、幻想のごとしといっぱ、これ、偉人を明かすいう心は、もし処法即空と感じれば、何ぞ弱を称ずることはあらんとなり、省略、 自称の頼げその六人をもずるとたわざることを明かす中のかする中の第三に陸の書を明かし通じて神の送別二つの蚊を消す自称なくといっぱおのれに属し六人個体即空なり多少なくといっぱ他に属し六人もまたう,うならざるなり元おのずから しからず、今はすなわち、滅することなしと一っぱ、法もし、もとよりおのずから、しょあらば、ついに、まためったるべし、もとむしのゆえにはまためせずという、これはしじゅ空なりと明かすなり、一つにはいわく、もとおのずから、しからず、今はすなわち、滅することなしと一っこれは自たの六人これ空うなるゆえんのし数 法は始終なく一切開空なりなんぞじた六人の知ったらんとじった乱闘とおかすなり省略箇所をよもしよう八者を捨てずしてよりいげ別に化する中の大師にその正殿の徳ありというを化する中についてまた二ったりて何一には己に福殿の大義ありということを化して第二にはそれ えっと聖ある者よりいげは己に福伝の有ありということを課するなり第一に福田のタイアルを課する中についてまえー、二ったりて第一には知伝があることを課し第二には格のごとく品する者はよりいげは断伝があることを課するなり八蛇を捨てずして八下脱に入りと一派いう心はす、えー もしですか、ね、すなわちですかね八者俗なり空の中に遮誘すべきことなしと感じて八下達にいれば商業なりと言いつべし何時必ず八者を捨ててまさに八者を主戦と損せばこれすなわち踏んべったり何ぞ商業ありということをえんとこの句は商業あることを課す一つにはいわくもしよう現に八者に移動じて八下達にたがわず 正門と盆布との辺に同禅寸婆商業と五つべし八者と一派一つに邪剣二つに蛇私由三つに邪壕四つに邪壕五つに邪名六つに邪念七つに邪庄人八つに邪情なり八下脱と一派下脱に三十あり一つに八禅行二つにスロン諸名の 内無識相と密に発症堂なり今は発症堂をもってはちげだすとなすなり省略邪そをもって消防にいるといっぱもしを邪教側にして邪有すべきなしと感じて消防にいる者はまことに正教を感じる者と言いつべし省略何時 叔叔を損して奮闘すべし何ぞ「象教を感ずるご」ことをえとこの句は「象教を感ずるをす」を貸すえー、っとここまでですかねうん一旦ここで切りたいと思いますおんさらばたたあげたはんだまんだなケロウ